とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、タワー完全攻略やっていきましょう。今シーズンは、めんどくさいです。とにかくめんどくさい。なので、対策をしっかりとやっていきましょう。もう本当にね、嫌なボスが多い。もう多すぎる。もうそんなに出なくていいよっていうやつが出てくるでしょうが、あれがね、本当に嫌だよね。OK。もうテンペストはね、出てこなくていい。で、一回で、蜂をつけといてください。で、影です。で、敵多いんだよね。結構今シーズン。2回多いです。で、遠距離を受けすぎるとね、どうしても HP がギリギリになるのよ。なので、極力、遠距離攻撃は受けないように壁を使ったりとかね、まあ、うまいこと戦っていってください。まあ、蜂がね、どれだけ出てくるかによって、だいぶ難易度は変わってくると思います。OK。結構蜂が出てきてくれてる。 OK。 であと上に1体いっておしまいかな。はい、2回終了。ここでね、バーストクロスボウを取ります。バーストクロスボウがまあまあまあ強いよね。結構序盤バーストクロスボウで戦うことが多いと思うんで、あれは持っておいてください。 OK。 ここも多いんだよな、敵が。意外と。でもまあポーションもあるでしょうし、やられることはないかなと思います。あと2体ぐらいかな。 OK。落ちた。よっしゃ。3回終了。ここで虚無の矢筒ですね。もうとにかく序盤は最初のボスの対策をねやっていきます。じゃないとあのボスはめんどくさい。あいつだけは本当に。よし、いいじゃないですか。 OK。 今回めんどくさいしね、クリーパーもね結構出るっていうところがちょっと難しいところではないでしょうかね。よし。おお、上をいなかった。4回終了。次行きまーす。ここでね、ゼッグスを取っていきます。これによってよし、クリーパーがだいぶ楽になると思います。もうね、クリーパーやたら出るのよね。よし、できれば蜂を出していきたいけど出ないね。仕方ない。よし、もう嫌な敵多い。こうクリーパーむちゃくちゃ来るしね、ここ。 OK。 でここが結構バーストクロスボウが役に立つのよ。よし、はい。多いよ、ここも敵が。5回クリア。で、ここ。スノー強いけど、いりません。で、エンチャント入れてください。傭兵のアーマーだね。これに、ビーストバースト3を入れちゃってください。まあ、後々入れてもいいんですよ。
まずは、弓に少しエンチャントを入れとくとちょっとね楽になるんで、まあ、それでもいいんですけどね。 OK、 ベックスいけ。全然このベックスが役に立ってくれるんで、これでも十分やと思います。うん、このクリーパーがね欲しいのよ。とにかく終わりか。矢は出てないね。で6回クリア。ここで斧取っていきます。斧ですね。でエンチャントですけども、働き鉢とまあまあまあ強打凶暴か吸血、何でもいいです。何でもいい。やられやすいよっていう人は吸血でいいし、まあゴリゴリ行きたい人は強暴化でもいいし、うん、まあ俺は強打が一番無難かなと思います。うん、無難にダメージ上がるしね。よし、まあゾンビ限定だけども、このダメージアップはなかなか素敵だなと思うよ。もうちょい、よっしゃ、でもって終わりかな、これで。よし、7回クリア。次でここで爆発ですね。爆発が結構強いです。エンチャントでマルチショットを入れておいてください。いきまーす。とにかくおいしゃぶれい。爆発が強いから、おい、よし、 OK、 いい感じじゃないですか。 OK、やべ、タイミングがわからん。タイミングがわからなくなった。よしよし、危ねえ危ねえ危ねえ。あそこで固まられるとたまらんよ。で、あっち側にもうちょっといるわけね。オッケーオッケー。よし。で、ネームドがここは珍しくいますね。倒していきましょう。 OK、 もうあいつはめんどくせえな。イエイ、3発目を、影化してぶち込みましたね。で8回クリア。次でーす。ここ欲しいけども取れません。うん、これ取っちゃうとボスがね時間かかるのよ。なのでもう序盤はもうボス特化です。愛のメダルすっげー欲しいけどね。よし、まあ他のね雷の杖でボスも倒せるのよ、それなりに早く。おっと危ねえ。でも今回はもっと早く倒す方法でいきますんでね。 OK、 いいんじゃない。で一応注意してほしいのが、もう今9階なんですよ、結構上で。ここで初期防具を使ってるんで、もう耐久力がありません。なんでこれだけは覚えておいてください。耐久力ないよーっていう。よし、あと1体。え、まだいた。嘘、こんなとこに来とったんかいお前。はい、9回終了でーす。で9回、ここもね、なんかね、魅力的なやつあるんすよ。まあ、怒りでね、
ぶっぱしても、まあそれなりに早く倒せる。いりません。取らない、取らなくていい。でユニークで傭兵をあげます。傭兵だね。んでエンチャントでマルチショットをね入れておいてください。マルチショットさん、これがもうめちゃくちゃ強いから。で反逆者のビーストバーストで、一発7300ダメージ与えることができます。でこれに虚無の最大倍率を与えて、でそしてベグスを召喚してからの、ビーストバースト、そういうやり方ですね。 OK、本当にね、よっしゃい。これミニがめんどくさいんで、ミニゴーレムには注意しましょう。ほんとめんどくさい。よし、で今間違えて虚無の矢筒入れてから攻撃してたの。虚無の矢筒は入れずに爆発で攻撃していった方がいいっすね。よし、で蜂が出てるんですけども、 OK、 蜂がもしも出てた場合は消してください。 OK、 でこれでギリギリまで減らします。ギリギリまでね。なんで虚無のやつのセットね。あと半分ぐらいか。やりすぎるといかんからね。よし、こんぐらいでいきましょう。おさらいね。弓を打って、で倍率が出たらベックス召喚してすぐに回復。いきます。まあ。こんなもん。こんなもんです。で HP がまあまあ3分の1に近く残ると思います。なのでさっきと同じ方法ですね。もう HP は削らなくていいです。弓を振ってベックス召喚して回復。 OK、 はい、まあ、ビーストバーストが多分一番早く倒せるかなと思います。はい、ということで進んでいきましょう。ここで武器変えますね。クレモアです。でエンチャントが火属性と虚無でガードストライクを後々入れていきます。この振りが遅い武器に対してこの傭兵ものすごく反逆者か役に立つんでおすすめです。よし、 できればここで草刈りをしっかりして、よし、ポールをねたくさん貯めていきたいところですけども、まあ時間がもったいないのでサクッとやっていきます。で12階ですね。ここでドラを取っていきましょう。ドラと虚無の矢筒ぐらいを変えたらいいと思います。はい、でベックスはまあよし、タンクになってくれるので、まあ、ギリギリまで持ってて OK ですね。出ないな。クリーパー出るんですよね。よし、お、こっち抜けてきた。珍しいね。あっち側も倒したよな。イエイ、オッケー。やっぱ
ープリーフとかね、 HP 高いやつはガシガシやったらいいんじゃないですか。ほい、いや出てるでしょ、ナイス、いいね、結構矢溜まったんじゃない ?143本、まあまあいい感じですね、これぐらいあれば。で13回、アイテムはいりません。で今シーズンはもうどうしてもね時間かかるんですよ、どうしてもかかっちゃう。なのでまあまあ気長に行きましょう。25分ぐらいで行ければいいんですけどね、さすがに30分近くかかってしまう今回は。よし、 OK、 まあまあ いい草刈りになりましたよ。で先にこっちを上をねある程度減らすことができれば、まあ、あとあと楽かな。あ、マジで OK、 よし、いいね、もう脅威はいないよね、もう上は後で倒します。はい、本当に敵が多い。まあソウル集めにはねすごくいいんだけども、ステージとしてはなかなかめんどくさい。終わり、はい、14回終了です。長いね、ここ何もいりません。で持って15回、ここも多いのよ敵が、とにかく多い。なんでこんな今回多いかね。よいよしよし、でも反逆者のおかげでここまでストレスなく戦えてるかな。ナイス、ね、てかマルチショットが発動しねえな。ああ、たまーにだ、やっぱ 40% なんですけどね、体感 40% もいってない。よし、いや出してよ、出ない、よし終わり。5回これでおしまいです。んでここで魂のクロスボウに変えていきます。もうね火力が少ない、うん、火力が低いんでもう魂に変えて、で流れ込む魂とテンポセット、うん、この2つ入れて、支援型に変えていった方がいいかと思います。でガーストね入れるの忘れてた、ガードストライクがないとちょっと耐久力に後々難ありになってきますからね、注意してください。まあ、この弓取れば結構耐久力上がるんでいい感じになるとは思います。よいしょ、流れ込む魂入ってたので結構ソウルが溜まりやすいですね。あぶね、あ、嘘、ちょっと待って一発耐えれるかと思ったんだけど耐えれんかった、すいませんね、ベックス出しとけば、もうベックスの HP は低いんですけども、
耐えれることは耐えれるんでね。OK。若干油断したけども。まあいいでしょう。で、ベックス出しときます。OK。よし。で、クリーパーを、ベックスで引き受けてと。よし、じゃあ、これで、おしまいだね。おっと矢が出た。16回クリア。次ちょっと1回やられましたけども、でここでね種持っていきます。種とベッグスを変えちゃってください。よし、お危ね、うわいやいや食らってる食らってる。種はクリーパーの対策になるんで、ですよ。まあまあまあ思いっきり食らっちゃったけどね。よし、でここ2回ネクロマンサー出てきます。なので出てきた時に潰しちゃいましょう。はい、でラストおしまいです。で17回、影の頃もいいんだけどもまだ取らなくていいです。うん、まだ取らなくていい。そのまんま行きます。耐久力は上がるんだけども、火力がね下がるっていうのがあんまり好きじゃなくて。よっしゃ、OK。 今回は取らずに、ギリギリまでやっていってます。うん、まあまあ今回は影の断片があるんで、まあいざとなったら、まあ前さいざとなったらってさっきやられとったけどね、うん、あれでまあなんとかなることが多いんで、ある程度無茶しても大丈夫です。OK。 今もちょっと危なかったけど、よし OK。 18回終了。もうほんとさっきもね気づいた時に影使っとけよかったのよ。なぜ使わなかった。んでここいりません。でここで防具を上げると見せかけて上げるのはクレイモアの方ですね。防具はまだこれで十分です。十分で持って、まずはこっちのね、よし、めんどくさいやつらを先に倒しておきたいとこなんですよ。 OK。よし、オッケー。で、ある程度倒しましたらばもうこっちから進んでいきましょう。影化してねここ一気に叩けば楽です。 OK。 とにかくエンチャンターなのよこれは。エンチャンターが面倒なのでここだけしっかり叩いていってください。で、ここですけども、キノコ取っていきます。ここネクロマンサー来ます。キノコ使って、ガシガシいってください。OK。で、敵が多いんで、流れ込む魂がすっげー回復します。うん。まあ、例え、耐久力がもうあんまないよっていう時でも、まあ、こんだけ流れてくれば回復するしね、大丈夫です。よし、終わり。
まだかい。どっかにはぐれがいる。あ、まあ溶岩に落ちて死んだか。どこにいたの。ダメージをちょっと食らいます。 OK で、コグクロスボウ変えていきますね。うん、ちょっとあの耐久が不安になるんだけども、次で変えるので大丈夫だと思います。で、エンチャントですけども、テンポセフトとマルチショットです。他いりません。一気にいっちゃってください。よし、オッケー。危ねえ危ねえ。くらえ。おお、生き残ったか。はいはいはい。で、あそこにもネクロがいるんで、影化使って、あぶねえ、一気にいっちゃいましょう。まあまあ敵は結構多めなんだけども大丈夫でしょ。ミスったあんまり無茶しないとこやられるよ。また終わり。はい、でここでようやく防具変えます。闇のアーマーですね。火力は減るんですけども耐久力がぐっと上がるので、まあ大丈夫かなと思います。はい、でクールダウンと、トゲですね、入れておいてください。でガードストライクと火属性を上げていきたいところ。まずこっち側を少し出てくるんで、そいつをまず倒しておくと、あとあとわざわざこっち側にね回ることもなくなりますので、よし。これ、おい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 、あっち側にいるじゃん。よし、うまいこと壁になってるな。OK、あ、また来た。 OK、もういいかな。おお、いや、また来てる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 。めんどくせえのが来てるよ。ミスった。キノコ使った気でいたけど、やっぱ敵多いね。何もいりません。落ちないようにしてくださいね。ここはまあまあまあ真ん中で戦えば大丈夫なんですけど、いいぞ。よし、 OK。 危ねえ、落ちそうだった。危なっ、あっぶね、ちょっと落ちそうだったわ。よし、終わり。いや、まだ意外と出る。倒したでしょ。終わりか。24回終了。長い。ここなしです。いりません。で、ボス、武器エンチャントつけていきます。火属性をプラス1しました。もう出てきた瞬間にドラとキノコ使って、もう一気にいきましょう。よし、 OK、 終わり。25回おしまいです。何もいりません。
で金細工離す前にクレイモア上げておいてください。でクレイモアですね。であと27、28、29、あと3回です。頑張っていきましょう。この装備だったらば、まあまあまあやられることはないでしょう。矢ももうね、多分たくさん持ってるだろうし。OK。よし。特にそう難しいやつもいません。エンチャンターが若干いるだけか。よし。あと1回かな。あ、いや、終わりか。はい、27回終了。何もいりません。ここもね、まだ若干多いのよ、敵が。本当に今シーズン敵が多い。よし、まあいつも通りのことでエンチャンターを先にね、何をするにも倒しましょう。よし、であとは反対側だけ。よし、いいんじゃない。エンチャンターをまず倒して、はい、28回終了です。んでもって愛とキノコ変えます。うん、最終的にはやっぱり愛の方が役に立つかな。うん、ボス、あのキノコ、まあいいんですけども、ワンパンで行こうと思うんで、行け。別に攻撃回数必要ないんですよ。よし、危ない危ない危ない。なんかやたら減ったぞ。毒魚だった。なんか、うん、毒かなんかを食らってたんだと思う。相当減った。んで最後ですね、ここバトルローブ変えていきます。耐久力は減るんですけども、火力が上がるので問題はないと思います。でエンチャントですけども、クールダウンと霊気です。防護いりません。うん、防護いらん。まず出てきたら、弓でテンポセフトを当てます。でドラをつけて攻撃。 OK。 あ、ミスった。あ、よかった、抜けたね。ちょっとミスったかと思いきや大丈夫でした。こいつの HP 低いんだよ。うん、虚無入ってなかったよ。虚無入ってなくて全然ダメージ与えたからね。いやー、これは期待できないな。うわ、惜しい。3だったらよかった。霊気3だったらよかったのにな。惜しい。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。